先週セブンタイムオールスター、現在38歳のアイソージョー、ジョー・ジョンソンがシクサーズ、クリッパーズ、バックス、ナゲッツ、ペリカンズなどの NBA チームからカムバックしないかっていう連絡をもらったというニュースがありましたが、これはまずすごいことやし、ほんまにサインされたらこの先のバスケ界も少し変わるかもしれません。ジョンソンは最後に NBA の試合に出場したのが1年以上前の2018年のプレーオフで、この夏彼はビッグ3という元 NBA 選手や海外でプロとして活躍した選手だけが参加できる 3on3 プロリーグでやってましたが、今までこのビッグ3でプレーした後に NBA に行ったり戻ったりした大物選手はいなかった。もし今回ビッグ3で MVP を受賞して優勝したジョンソンが NBA カムバックを達成できれば、このような新たな NBA の道のりが盛んになるかもしれないので、今日はこのポテンシャルのあるビッグ3というリーグについて少し語りたいと思います。リクト AF。 こんにちは、リクトです。皆さん、ビッグ3というリーグはご存知でしょうか？知らない人も中にはいると思うので一応説明しますと、さっきも言ったように NBA や海外のリーグで経験のある選手だけが参加できるプロの 3on3 リーグです。2017年にアイスキューブというもうレジェンダリーなヒップホップアーティストと彼のビジネスパートナージェフ・クワティネッツによって結成されたんですけど、正直最初の頃は一般的にはバカにされてるリーグでした。元 NBA 選手のリーグイコールNBA ではもうプレーできなくなったちょっとかわいそうなおっさんの集まり、 NBA の試合見に行ったら華麗なシュートが見れるけどビッグ3やと華麗シューだけみたいな、輝いててチヤホヤされてた栄光時代のことをどうしても話しきれてない元 NBA 選手の試合なんて、しかも 3on3 なんて、そんなふざけたリーグ誰も見いひんって。見たとしても面白半分で、最初の1年ぐらいはね注目されるかもしれないけど、そんなすぐに潰れるやろと言われてたわけです。僕も正直どっちかというとそっち寄りでした。めっちゃ暇でテレビでたまたまやってたら、まあ懐かしがりながら、あ、こんな選手もおったなぁって見ようかなとは思ってましたが、それ以上の期待とか楽しみな気持ちはなかったです。しかし結成されてから3年が経ったビッグ3は明らかに我々の期待を超えて、少しずつ人気もアップしてるし、ブランドが広がってます。その証拠にチーム数が今年は8チームから12チームに増え、試合が行われる場所も10都市から18都市に上がり、アディダス、ステートファーム、トヨタとかとの大手スポンサーシップ契約も結び、今年から CBS という NFL の試合や PGA チャンピオンシップや、もちろん NCAA トーナメントなどの大スポーツイベントが放送されるようなアメリカで一番視聴者が多いチャンネルとも契約をした。そこで試合が流れたということです。バスケファンもですけど、いろんなブランドとかもビッグ3のポテンシャルに気づき始めてるのが現状です。もちろんこういうビジネスを始めるということよりも難しいのは保つことなんで、過去に流行らなかったスタートアップのスポーツリーグと同じで、あ、結局潰れちゃったっていうパターンにビッグ3が落ちてしまう可能性もまだまだあるんですけど、個人的にはこのリーグが存在する意味があると思うし、いやーすごいよ考えてるなと、これからもどんどん伸びていくやろなという要素がいくつかあるので、なぜビッグ3がこれからも注目されるか、その理由について少し話しますね。ビッグ3がこれからも伸びると思う一つ目の理由は、NBA ファンなら必ず知ってる元スターが結構参加してて、そういう選手たちを注目ポイントとして打ってるということ。 NBA の人気がもともと80年代に上昇したのも、レイカーズ対セルティックスではなく、マジック・ジョンソン対ラリー・バードというふうにスターを表に出し始めたからなので、ビッグ3はそのモデルを真似してるんやと思います。リーグが結成された頃はアレン・アイバーソンとか、今やったらギルバート・アリナス、アマレス・タダマイヤ、そしてもちろんこの動画のイントロでも紹介したビッグ3の MVP とチャンピオンジョー・ジョンソンと、知名度が高い元スターが出ると知ったらファンは懐かしがってやっぱり興味を示す。監督家でリック・バリー、ドクター・ジェイ、タイニー・アーチバルとびっくりするような豪華なホールオブフェイムメンバーが集まってます。だからこういう風にスターの使い方がうまいっていうのがまず一つ。ただそれやったら最近 NBA を見始めたという若いファンには興味を持ってもらえないかもしれない。
下手したらそういうアリナスとかスタダマイヤーとかが NBA で活躍してる姿を見てないかもしれないから、そういうファンにとってのメリットは何なのか。ここでビッグ3がこれからも伸びると思う2つ目の理由が入ってくるわけです。 3on3 バスケが来年の東京オリンピックから正式な競技として認められたので、 3on3 に興味のあるファンがこれからも増えるということ。もちろん他にも世界には 3on3 のリーグっていうのはたくさんありますけど、なんだかんだ言ってそういうリーグの選手はレベル的に引退して間もない元 NBA 選手にはかないません。 3on3 がオリンピックによって若い子の間で人気が出る、そういう子たちが 3on3 もっと上手くなりたいって思った時にどのリーグフォローしようかな、一番レベルの高いリーグはビッグ3って気づくと思うので、これからも注目されていくリーグなんじゃないかなと思います。3つ目の理由はシーズンの時期です。これは NBA のサマーリーグが作られたのと同じ理由ですが、夏はアメリカの4大スポーツ界の中では結構静かな時期です。特にバスケ好きにとっては見るもんがあまりないので、ビッグ3はそれをチャンスとしてものにできるんじゃないかなと思います。しかも試合は土日だけなので鬱陶しくならない、 NFL みたいに週1回の楽しみがあるというマインドセットでカジュアルにフォローできるスケジュールになってるのもファンにとっては好ましいんじゃないでしょうか。そして最後の理由は当たり前っちゃ当たり前なんですけど、 XFL や AF やワールドバスケットボールリーグはこれができなかったから潰れたので、案外忘れられてしまう傾向があると思うんですけど、プレーのクオリティが高いってこと。元 NBA 選手って言ってしまうとなんかね、体力がなくて丸くなってしまったおっさんのイメージがありますけど、一回試合見てみてください。まだまだ NBA でできるんちゃうかって思いますし、引退した選手とは思えないぐらいの迫力でプレーしてますよ。 NBA でプレーできないのは1試合48分、1シーズン82試合、フルコートで、ね、全力で走ってるヤニスとかウェストブルックにはもうさすがについていけないからであって、スキルとか頭を使ったプレーとかフィジカリティとかちょっとしたクイックネスをハーフコートセッティングで使うとなったらまだまだエリートなのが分かります。要50過ぎた元 NBA 選手がジムに行ってなんかまあまあバスケが上手い奴らとやったら余裕でボコれるって聞きますけど、これはね事実なんですよ。でももったいないじゃないですか、そこまで上手いのにそういう適当なジムでしかプレーできないって。ビッグ3はそういうまだまだハイレベルでプレーできるアスリートが他の同じぐらい化け物である元 NBA スターとぶつかり合いながらずば抜けてるスキルを披露できる場所なんです。そしてファンにとっては、まあ、スピードとか身体能力では衰えてるかもしれないけど、その分昔よりも技術に力を入れてる懐かしいプレイヤーを見れる最高なチャンスなわけです。最終的にはスポーツリーグが人気を保つ秘訣っていうのはコート上のプレーの質で決まるので、大物スターのネームバリューを使ってファンに興味を持たせた後にクオリティの高い商品ゲームやということを証明しないといけない。引退後の選手が中途半端な気持ちでオールスターゲームみたいなペースでプレーしてんのは何も思んないです。プロのアスリートとして真剣に日頃トレーニングに取り組んで試合では本気でやってる姿っていうのがファンが望んでること。それを選手にも理解してもらうためにアイスキューブは体がなまってたり管理できてない選手や真剣にやってない選手をすでにリーグから追い出してます。今季だけでもキックアウトされた選手の中にはジャーメイ・オニール、ラマー・オードム、ボンジー・ウェルズ、バロン・デイビス、確かにね彼この前会った時すごかったですよ。ビールバラ立派でした。ほんまお世辞ではなくスポルディング丸飲みしたんかなっていうようなお腹やったんで、まあ、引退後の人生楽しんでるんでしょうね。それはそうと、これぐらいの元オールスターとかでもアイスキューブはどんどんカットしていってます。それでなくてもビッグ3でプレーしたい選手っていうのはたくさんおって、今季のドラフト前のトライアウトコンバインっていうんですけど、では31個のロスタースポットを埋めるために132人の選手がコンバインに参加したんです。1年前は確か60人ぐらいが応募したので、今回2倍以上になったと考えると競争率はこれからもどんどん激しくなっていくでしょう。そしてリーグに入るためにもっと一生懸命トレーニングする選手が増えるとともにコート上のクオリティも上がっていくと考えてもいいんじゃないでしょうか。知名度の高いスターがいる、 3on3 がこれからもっと流行る、他にバスケがやってない時にシーズンが行われる、そしてオンコートのプレーのレベルが高い、全てファンの間では人気が出る要素ばかりですけど、一つ気になることがありません？そう、選手にとってはどういうメリットがあるのか。もちろんバスケを愛してるからやろうっていう答えもあるんですけど、それやったらそれこそその辺のジムに行ったり NBA 選手の仲間とかを呼んで勝手にできますよ。やっぱり他にビッグ3でプレーするメリットっていうのがあるんです。一つは
生々しいですけど、まあまあいいお金になるってこと。ワンシーズンでチームはだいたい10試合前後プレイするんですけど、全部で10週間ぐらいで 100K、 1000万円プラスボーナスがもらえる。なかなか良くないですか。1日の計算でいけば NBA のミニマムサラリーとか 2way 契約よりももらってるし、その上リーグが稼ぐバスケットボール related income、 チケット代だとか食べ物とかグッズとかで入ってくるお金もボーナスとしてチームの強い者順で分けてもらえる。ちなみになんでこういうボーナスのシステムになってるかと言いますと、一つは当然優勝するチームにもっと利益がいくように、勝つためのモチベーションを上げるため。そしてもう一つの理由は、こうすることによってビッグ3の選手にもリーグのブランドを広げるメリットができる。選手たちはリーグから決まったお金をもらってバスケをするで止まるのではなく、もっとビッグ3自体が知ってもらえたら、自分たち選手たちにも利益が返ってくると、グループとしてリーグを育てていくというシステムになるじゃないですか。選手もリーグも得する仕組みなので、まあアイスキューブよう考えてますよね。そして選手にとってビッグ3でプレーするもう一つの大きなメリットとは、今まさにジョー・ジョンソンが成し遂げようとしていること。全国テレビでも放送されている試合で自分のスキルを披露できれば、 NBA のスカウトや監督や GM に見てもらい、 NBA に戻れるチャンスが増える。去年はアマレス・タダマイヤーやウィル・バイナムが NBA のチームから連絡をもらったり、1年ちょっと前にエグゼビア・サイラスという選手がセルティックスに 10 デーコントラクトをもらった。今回ジョンソンがもし NBA カムバックができ少しでも活躍したら、ビッグ3にとってはこれはまた桁が違う大きなステップアップとなります。ただの加齢臭リーグというレッテルを吹き飛ばし、 NBA でも活躍ができる選手がいるベテランリーグという風に変わる歴史的な瞬間になるかもしれません。そうなれば、まあ何らかの理由で NBA のチームには所属してないけど、これからカムバックしたいと思ってるバリバリの選手かて進んで参加したいと思えるリーグになる可能性がある。要するにカーメロ・アンソニーとかがおっさんになってしまった元スターというイメージがついてしまうのを怖がらずに、 NBA のチームにピックアップされるのが目的でビッグ3に来るようになるかもしれない。ビッグ3の評判が良くなると、選手にとっては NBA のチームに本気で見てもらえる場所が一つ増えることになるし、リーグにとってはプレーのレベルとか注目が上がります。どっちサイドにとっても得ですね。今のビッグ3はまだ、知名度とかは高いし、普通で言うたら化け物とはいえ、名前聞いたらちょっとくすって笑ってしまうような選手が多いリーグです。例えばエディ・カリー、グレッグ・オーデン、ブライアン・スカラブリーニ、カティーノ・モーブリー。モーブリーはキレッキレですけど、見かけがね、ちょっとなんかリアルライフアンクルドリューみたいなんで、そっちのインパクトが強すぎてちょっと笑ってしまうじゃないですか。正直まだ 100% リスペクトされてるリーグではないです。でもジョンソンみたいな選手がビッグ3で無双して MVP を受賞してから NBA カムバックをできれば、リーグのイメージはぐんと上がりますよ。 G リーグに対してのリスペクトもこの5年10年で上がったのも、 G リーグから NBA に移ったインパクト選手が増えたから。ビッグ3も同じです。ほんで G リーグとの決定的な違いは、 G リーグはどっちかというとまだ無名の若造が NBA のスカウトに気づかれるためにハッスルするところなので、多くのベテランにとっては居心地の悪いリーグ。ところがビッグ3がもっとリスペクトされ始めたら、一緒にプレーする選手たちはほとんども知ってる人同士やし、一応今のところは CBS で試合も流れてるわけですから、 NBA に戻りたいと思ってるベテランが気軽にプレーできる環境になるんじゃないかなと予想してます。そしてリスペクトが上がると、今度はNBA に戻ろうとはしてないけど、ちょっとバスケしたいなと思ったり、リーグを盛り上げるためにやってくる元スーパースター選手も参加し始めると僕は思います。未だにスーパースターのコービーとか KG とかダンカンが参加してないのは、やっぱイメージダウンしてしまう、その安売りしてしまうのが怖いからやと思うんです。でも NBA に戻るような選手がプレーし始めたらそれも変わる。こういうレベルのスーパースターがちょっとずつ入ってきてくれたり、あとはなんやろな、今ふっと思ったのが、現役の選手と 3on3 やったらどうなるかなと。例えばですけど、ジョー・ジョンソン、アマレス・タダマイヤー、ウィル・バイナム、ロイス・ホワイトみたいなチームが NBA で控えやってる選手3人とやったら勝てる可能性はあると思うんです。ビッグ3の選手もこんだけ強いんやでっていうことを証明できる企画でブランドイメージを強化していけば、この先も続くリーグになるんじゃないかなと思うんですけど、
皆さんはどう思いますか？これからビッグ3は NBA の選手を育てる以外にも中国などのビッグマーケットに行ってプレーしたり、世界をどんどん広げていくと思うので、これからもこのリーグはサポートし続けていきたいと思います。まだ試合見たことがないという人はほんまね、ハイライトだけでもいいので見てください。なかなか新鮮でおもろいですよ。50点先に取ったチームが勝ちで、2や3の他にも4ポインターがあったり、ほんでまあちょっと前の懐かしい選手がたくさんいるのも見どころ。絶対楽しめますよ。でやっぱり 3on3 って言ったらバスケ経験者やったら誰でもしたことがあるし、フルコートとはまた違う良さとか独特感がある競技じゃないですか。もっとパーソナルというかチームワークも大事やけど、アイソレーションが多くなる分マンツーマンの熱い戦いも見れる。 NBA 選手が 5on5 のセッティングでは見せてなかったスキルとかも披露してくれるので、そういう楽しみ方もあります。はい、皆さんはビッグ3についてどう思いますか？どういう風にしたらこの厳しいスポーツの世界で生き残れるか、そして試合を見たことがあるっていう人はこういうところが良かったっていうのもコメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。